大谷翔平、チェコ代表との交流秘話。チェコ代表に帯同した日本人スタッフが情報番組に出演し、1次ラウンドの日本代表戦後にチェコ代表選手5人と共に大谷の元を訪れた際のエピソードを紹介。サインをもらいに行ったところ、大谷は全然いいですよと即座に快諾してくれたという。そこでチェコ代表選手の一人が野球帽のつばにサインを求めたところ、色の濃い箇所に黒いマジックでは書けないと見た大谷は、白いペンをもらってくるので待っていてくださいと告げる神対応ぶり。さらに大谷がチェコ代表の帽子かっこいいよねと気さくに話しかけると、チェコ代表のコーチがその場でキャップをプレゼント。その後、大谷はマイアミ空港の到着ゲートでチェコ帽をかぶった姿を披露していた。この荒廃した世界に舞い降りた大天使としか思えんな。神対応。チェコには次回も頑張ってほしい。ちゃんと被るのがさすがすぎる。全てにおいて素晴らしいんだな。ほんと優しい。